のビジネス印象事務学科の清水涼香です。自動車メーカーの営業職に内定をいただきました。内定をもらった時の感想はすごい安心感と嬉しさがありました。活動中に心がけていたことは、入りたい会社の説明会などの情報を逃さないようにチェックを常にしていました。大変なこともたくさんあると思いますが、落ち着いてやれることをやって皆さん頑張ってください。